ST250 とは、鈴木が製造、販売するオートバイである。2003年から販売を開始し、2008年以降は、ST250E タイプが製造、販売されている。ST250 は、1994年から2004年まで製造されていた、ボルティの後継車種として、クラシカルなフォルムを引き継ぎ、比較的リーズナブルな価格で乗りやすい250。 CC ネイキットのスタンダードモデルとして開発された。スペック的に、高性能は追求せず、手軽に乗れて、日常仕様に適した乗りやすい仕様に止めている。249cc 空冷単気筒4サイクル、サイチェシーにバルブエンジンは、グラストラッカー、ビッグボーイと共通する。これらは、兄弟車種に当たる。2003年の第37回東京モーターショーで、 初公開された後、同年12月12日に発売開始された。エンジンは、ボルティーや、グラストラッカーに搭載され耐久性が高く、減量差で定評のあった 249cc、空冷単気筒4サイクルサイチェシー4バルブをベースに、改良を施した 249cc 空冷、単気筒4サイクルサイチェシー2バルブを搭載する。J438 型エンジンは、 現行スズキ4ストロークエンジンとしては最もシンプルな構造のエンジンとなる。シンプルな2バルブに変更することでエンジンエキゾーストマニホールド周りのコストダウンを図り、4バルブのような高回転時におけるエンジン性能は抑えられたが実用トルクをさらに向上させたエンジンに仕上がっている。シリンダーには高速メッキシリンダーを採用し、大麻盲星とクリアランス精度を高め、 優れた熱伝導率による高い冷却効率とエンジンノイズの低減を実現した。2004年1月15日、ST250E タイプを追加。セルフスターターに加えてマニュアルでコンプ式キックスターターを装備。ヘッドランプやウィンカー、メーターケース、マフラーなどにメッキ加飾を施し、ガソリンタンクにグラデーション塗装を施した仕様。 ST250 と性能諸限において変わりはないが、マニュアルでコンプ式キックスターターを装備することにより、重量が 2kg 増加し、セルキック併用のため、点火方式を ST250 のフルトランジスタから CDI に変更している。2008年2月25日、マイナーチェンジ。ST250 と ST250E タイプは2007年9月1日に、 施行された平成18年自動車排出ガス規制に対応するため、これまでのキャブレター方式を廃止し、インジェクション方式を採用した。マフラーは従来の触媒レスマフラーから触媒付きマフラーへ変更した。キック指導は廃止され、セル指導のみとなり、点火方式も CDI からフルトランジスタに統一した。フレームのカラーリング変更とともに、 全体的な質感向上も行われ、外観のクオリティが上がった。出力は 19PS7500rpm と低下したが、実用トルクが若干上がり、指導性の向上、燃焼効率の改善、低排出ガス化を実現させた。ST250 はマイナーチェンジを機に ST250E タイプと統合する形で、 生産終了し、2008年モデルからは名称を ST250E タイプの1車種のみに統一した。マイナーチェンジを機に ST250E タイプの車両重量表記が 129kg から 146kg へ改められた。なお、平成28年自動車排出ガス規制適用のため、2017年9月にメーカーから 日本国内仕様の生産終了が発表された。空冷単気筒4サイクルサイチェシー2バルブエンジン、スポークホイール、シングルディスクブレーキ、ドラムブレーキ、リアツインショック、前後フェンダーの樹脂化、ハザードランプパッシングランプポジションランプの省略、オプション扱いの車載工具など、シンプルな構成と装備の簡素化を進めることで、コストの上昇を抑え、引き続き手頃で、 乗りやすいバイクとなっている。ST250E タイプと統合する形で2007年モデルを最後に生産終了。ST250 をベースにセル指導に加えてキック指導を併設した特別仕様のエンジンを搭載しヘッドランプやウィンカー、メーターケース、マフラーなどにメッキ加速及びガソリンタンクにグラデーション塗装を施した豪華バージョン。 シンプルなカラーリングの ST250 に対して ST250E タイプはカラフルなボディカラー、エンブレムをラインナップ。ST250 とは車両重量が 2kg 増加した以外は性能諸元において差はない。2007年モデルを最後に ST250 と ST250E タイプは統合。2008年マイナーチェンジ。 2008年モデル以降の ST250E タイプはスペックから外観に至るまで大幅な改良が施されている。第37回東京モーターショーに参考出品された ST250 デザインスタディモデルの2台は2004年に鈴木二輪から限定発売された。ほぼ同系の日本国外向け仕様で北米やオセアニアなどで販売されている。ありがとうございます。